たどり着くのかカルタのこと。意外とでもスミレちゃんメンタル強いよね。そうか、むしろ安心してたんだね、放っておいたっていうよりかは。積もらせがひどい。はい、どうもアニメラクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはちはやふる2第7話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたちはやふるですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第7話ということで、前回北欧との決勝戦が終わりまして、もう本当に運命を分かつ運命戦で、もう激アツで燃えて燃えて、もう戦略もあり、いや熱さもありっていうところ、なんかもう本当に熱に浮かされたまま今見ているわけなんですけれども、まあ今回からまた全国に向けて練習をしていく、ないしもう全国に入ってしまってもおかしくないんじゃないですかこの作品っていう感じになっていますので、さあさあさあどうなっていくのか楽しみにしていきたい。もうね、スミレちゃんとかもねカルタハマりつつあるから、もうカルタ部どんどん進んでいくしかねえぜベベって感じですね。やっていきましょう。それでは見ていきましょう。よーいスタート。さてさあ、あらあらららら、スレッドが、あら、落ち込んでる、溶けてしまってる、完全に溶けてしまってる。あらららら、しのぶちゃん、あ、 DVD なんだDVD なんだ、丸い人、今すごいシュッとして綺麗だよ。うわ、まあ、お姉ちゃんお姉ちゃんでな、多分もっと才能の世界だもんね多分。まあどっちがどっちっていうわけでもないけど、どっちも、トレースするように、あーそこか、もっと早く勝てた可能性があったっていう、そういうポジティブに捉えたらそういう風に捉えていいのかな。もっとそういう、なんだろう、実験みたいなものを捨てればもっと楽に勝てたかもしれない。ある種、まあでもどこまでやれるか見てたわけだもんね。ああ、でもお姉ちゃんお姉ちゃんできなんかな、なんか、すごい大変だな、この綾瀬家は。娘さん二人が才能の世界で戦いすぎている。女優わかんないけど、でも芸能の世界ってマジで才能ある人間いるからね。ビビるよ、本当に。あ、これ才能なんだって思うもん、本当に。努力じゃどうにもならないものを持っている人間がね、割とゴロゴロ出てくるんで。まあ、その人も努力してるのは間違いないんだけど、それに打ちひしがれる感覚っていうのは非常に僕よくわかります。千歳さん。まあ、とはいえ、千早も止まってる場合ではないからな。あ、で、おじいちゃん。知るも知らぬも青坂の席。漱石。心より坊ちゃん。うん。20種作る !70 って高いな。あ、やばい、バレた。ギク。あ、いいですよ、吹奏楽部別に。外でやりますけど。そうだよね。
そうだよ。3人いるから、弟3人いる。うん。うん。お？あ、まあ、見逃してくれたっぽいな。ガチでやばかったね。弟3人が将来的に入ったのと確定だから。うん。あら。頑張ってるな。でもこれここ西日本でしょ？片倉とかいるけど大丈夫？片倉と高輪台がいる。言えないだけ。うん。わお、千早が、あはは、女帝が回ってる。うん。うん。あーん、強欲。あー強欲。そうね、回り回ってたどり着くのがカルタのこと。そうね、そうね。確かに。さあ、なかなか超うるせえ。まあそうね、チューバとか置かなきゃいいだけの話だと思うんでね。あ、なんかスクラップしてる。あら、でもスクラップしてくれてる優しいパパ、やばい。かっこいいね。でもどうなんだろう。ここまで決まって真剣な、あら、あ、次男とは一緒、長男が。スミレ呼ばわり。スミレ姉ちゃんとかにしてあげてほしい。あはは、太一がいれば大丈夫。うん。うわ、すごい。いや悔しいって言ってるもん。最後に入ってるよ。わお、マジでマジだな。来い。うわ、あ、やばい、クマと。
やばいやばい、クマと戦わされてしまう。意外と、でも、意外とでも、すみれちゃん、メンタル強いよね。ね、悔しいって。うん。じゃあ、抜け殻になってる。やばい。キモ？呉服店？呉服の大江？あら。うん。なんだ、和服？あ、うん。あ、そうなの？あ、すごい。実は。ま、そうね。あ、そうなんだ。効果出てるんだ。というか。ああ。自分の。情。すごい。ああ、やばい、商売上手。上等なものを。わあ。そうか。でも確かに、しのぶちゃんもあるんだもんね。クイーン戦の時とか着てるやつが。あら。ああ、もう慣れてきてる。様になってるね。見ないところで成長するんだね。これ一期のオープニングの袴かな。うん、あ、そうなんだ。あ、やばい。やばい。全部バレてるね。そうか。ああ、目をかけてたのね、ずっとね。信じてくれてたわけだ。ああ、常に目を見張っちゃう。ああ。2035回払いで。全然可能性あるよね。けど。
やばい、やばい。お父さん頑張れ。そうか、むしろ安心してたんだね、放っておいたっていうよりかは。お姉ちゃんばっか見てたわけじゃないんだ。おお、すごい。大丈夫だって信じてくれてるならね、もうあとは。戻ってしまったみたいな感じになってるけど、あー、当てられちゃう、当てられるわけだ、その熱に。あ、やばいやばいやばい、どうしましょう、どうしましょう。ここで音出しするんだ。ただの掛け言葉だよね。ああ、やばいやばいやばい、正論ガチぶっぱ。え、あ、違うの、また違う勢いじゃないの、枕言葉。うん、はいはい、お、また静かにってことか。どっちかっていうと、うん、あ、僕もなんかほとばしる的な意味かと思った、チハイブル。うん、うん、あーん、なるほど。あー、なんか今までのチアに対するしのぶちゃんみたいな、正確に鋭く。はい、あー、もうお礼に、お礼も兼ねてですね。ああ、でもやっぱり帰ってくるんだね、こうやって。お？2番も。さすがに4番はなかったか。4番やったら多分。あら、ありがとう。僕はオーボエ外に持っていた時の楽器の調子が心配で仕方がないんですけれども。でも、こうやって返してくれたわけだね。そうか。みんな背負ってくれてるね。そうね。オーケー、目指そう。さあ、大見神宮へ。あら、
はい。なんか肌が女帝強い。あ、でもスピンも可愛いじゃん。そうね、期待するのも分からなくない。あら、直球。新たなんだよな、それ多分。そう、あ、それはあり。あ、おお、チラシの？チラシの？新た、新たじゃないの？太一と言ってほしいけどね、私は。さあ、あ、もうこう曇らせがひどい。カルタ部ないんだ。来ると思ったんだけど、団体戦で。これじゃ来年もなさそうですね。あ、来年来そう。チーム作って来そう。あお。うわ、でもなんかもう、激痩せ参戦。でも、だい、僕もやっぱりこの丸くなった後だから心配になるね。多分、ほとんど変わってないんだろうけど、初期と。うん。いやでも団体戦の楽しさはもう味わったって感じなんだろうな。千早と太一と出て。うん。とはいえ太一が曇った、また。太一が曇っちゃった。説で太一はいつ報われるんですか。この先報われないかもしれないです。あ、筑波兄弟って秋、春夏秋冬なんだ。一と世なんだね。一と世だっけ。いいね。でもなんか千早はいろんなところで支えられてる。そうかそうか、千早フルってそういう意味なんだ。僕もアラブル的な意味だと思っていたよ。早いんだろうなみたいな。でも鋭さなんだね、どっちかっていうと。聖地でいいな、見てて。やっぱいいな、なんか千早はいろんな人に支えられてるし、なんかカルタばっかりだったけど、やっぱり部活と出会ってどんどん視野が広まってきてるよね。こうやって支えてくれてる人がいる、いい風もらえてるっていうのが。え、でも来そうだな、新たは来年。いや、マジで、でも近づいてるよ、しのぶちゃんとの再戦。てか、てか、もう前半、これ、2クールあるんだよね。2年、1クールで終わんない？はい、というわけで見終わったわけなんですけど、おもろい。この作品面白すぎるな、マジで。カルタ以外もおもろいってどうなってるの、マジで。これ問題だと思う、本当に。もうなんかね、文化庁とか、そこら辺がなんか問題にするべきです。チハヤフルが面白すぎる件について国会でなんか言いましょう。おもろすぎない、マジで。この作品ほんとおもろすぎて問題があるっていう感じではあるんですけど、いや、いいですね、いいですね。でもなんか、いろいろともらって、吹奏楽部からも応援されて、女帝に頭が上がらなかった人が初めて要望を通すことができて、喜びのあまり泣きながら校歌を演奏するという、いいですね。吹奏楽部からもいろんなものをもらって、もうね、下ろすことはできないですよ。いろんなものをもらってしまったら、それが重荷になるかもしれないけれども、それを背負うことで戦うことに、前を向けるんです。裏ひっくり返っちゃうだから、軽すぎると後ろ向けちゃうから、ひっくり返って、こう、もう、後ろ向けちゃうけど、もうでっかい荷物が後ろにあると、こうもう、後ろ向こうにも向けないから、荷物で。うん。
うん、声入ってた、ちょっとマイクから離れちゃった、うん、でもそんな感じで重ければ重いほどいいというものもあるんですというところで、いやいやいや、そっからこっからこっからこっからさ、全国大会、でもさ、新たどうなるんだろうね、来そうじゃない、なんか来年あたり、絶対ね、どっかで、うん、でもこのこれフラグだし、フラグだしょって言っちゃったけど、フラグでしょこれ、多分新たがやっぱり地元でカルタ興味ある子集めて全国大会出ようやっていう風に言うっていう流れあると思うんだよね。うん、全国の決勝で戦うかどうかわからないけれども、なんかやっぱりみんなでカルタをやって楽しむっていうところ、うん、やっぱり一人だけ一人だけじゃないみたいな、そういう楽しみ方も絶対覚えるはずだし、まあ新たの中ではね、もう多分あの団体戦の楽しさみたいなものが、やっぱり一番マックスだったと思うんだよ。千早と太一とやった、あの源平戦が。あの源平戦がマックスだからこそ、あれ以上のもんはもう出会んよな、みたいな、そういうことを思ってるから、多分、こう出てこないというか、団体戦にもあんまり興味がないっていうような形だろうけど、いやでも、いいよね。カルタ部ないっていうくらいだけど、作りそうだけどね。うん。福井の千早になってほしい、新たには。いやでもそんな電話した様子を見て、もう心が溶けちゃうみたいな。もう完全に、太一千早フル2の7話を見ないようにしよう。すみれちゃんに言われてるけど、みたいな。でもやっぱりね、なんかやっぱりお母さんたちも放任してて、興味がないわけじゃなくて、千早はカルタがあるから、もう大丈夫なのねっていうところ、目をかけてあげなきゃいけないお姉ちゃんに、じゃあ目をかけてあげようっていう風に思っていたわけだね。別に千早に興味がないとかそういうわけじゃなくて、千早がやっぱりカルタにハマってるうちは何も問題がないんだなっていう風に思って安心していたわけだね。信じていたわけだ。めちゃめちゃいいじゃん。めちゃめちゃいいじゃん。おい、めちゃめちゃいい。なんか同じこと言っちゃってんだけど。もう最高ですね、この作品は。もうなんかあったかみがあるわ。ホスピタリティが半端ないっていうところで。なんかやっぱり墓をもらって、さあ行きましょう。さあもう決勝で、もうクイーン倒しましょうっていうところであるんだけど、今の千早がどこまでクイーン戦で戦えるかっていうのは非常に気になるところだね。クイーン戦というか忍ちゃん相手に戦えるかな？戦うことになるかな？言うてもなんかねえ、10枚差以上はつけられちゃいそうな雰囲気あるけど、でもまたこの団体戦で何か新しいものを掴んでいければね、その次の日の個人戦にも生きてくるだろうから、まあ団体戦がどこまで行くかだよね。決勝まで行くかっていうところ、なんか強豪がいるんだよね。うん、だからそのチームと戦っていくみたいな形にはなっていくと思うんだよね。団体は団体でやばいのがいると思うんだよね。でもあれは一切匂わされてはいなかったよな。高校生でやべえのがいるみたいな、それこそ須藤さんに匹敵するようなヤバいのがいるかって言われたら描写はされてないよね、まだね。うん、やっぱり A 級なクイーン予選もそうだし、うん、だって今んとこだって出てきた A 級だったりですごい強い選手っていうのが、だからそれこそユーミンとみたいな、ユーミンとカナエさんだったりっていうところだもんね。うん、いろいろと気になるところではありますけれども、さあさあさあ、次回団体戦決勝戦、決勝じゃねえわ、団体戦が始まっていくということなので、大見神宮どうなっていくのか楽しみにしていきましょう。以上、ちはやふる2第7話でした。バイバイ。